きの箇所からは、日本の古事記という国の物語を書いた本の中になります。スサノオの御事という神様の物語です。このスサノオの御事はアバタレス大御神の弟であり、そして日本の国が困って困難に陥った時に必ず現れてきて国を治めてくれた治水の神とも言います。そして勇敢なこの神を、神様を歌ったこの歌、スサノオ愛の神を思いを込めて歌い上げます。泣くたアルデトさん、どうぞ。Yeah.
Aumentar.